ちは、新学館のりほです。YouTube 新学館チャンネルの社会、更新がしばらく空いてしまいましたが、今日はですね、第3回になります。都道府県、今日はですね、この都道府県を扱いたいと思います。はい。どうかわかりますか？長野県です。そうです。まあ、私はですね、長野県のこの形はですね、まあ、長野県の人に怒られるかもしれないですけど、こう豚がこう空を飛ぼうとしている、こうブヒーンという感じに、見えます。正直それで長野県、覚えました。はい。あ、覚えるのは自由だと思いますんで、まあ自分でこれに見えるという形で覚えていただければと思います。はい。長野県はですね、標高の高いところが非常に多いところです。周りをですね、まあ、日本アルプスという、まあ、非常に標高の高い山々に囲まれております。まあ、日本の屋根とも呼ばれたりするんですけども、そういったところです。で、その高いところというのは、まあ、山登りをこうしたことがある人はわかるかもしれませんが、高いところに行けば行くほど、こう気温がこう下がっていく。まあ、涼しく、寒くなっていきます。長野県のそういった標高の高いところというのは、やはりこう夏でも、非常に涼しいところになります。夏のその涼しさを利用して、高冷地農業という農業を行っているところでもあります。夏なのにですね、その涼しさを利用して、まあ普通は冬からこう春などにかけて作られるような、まあ、野菜、まあ、高原野菜というんですけども、長野県ではレタスであったり、こうキャベツであったり、そういったものの生産が盛んです。もともとはまあ春とかの野菜なんですけれども、それがこう夏にも食べられるというのは、こういった時期をずらして作る農業があるというところに、まあ理由があります。はい。あとはですね、まあ信濃川やこう天竜川といった大きな川の、まあ源があるところになります。まあ信濃川は日本で一番長い川なんですけれども、長野県を流れているときは実は信濃川と言いません。千曲川というふうに言います。はい。長野県で信濃川を探しても見つからないので、もし長野県にいたときには、注意をしてください。はい。これだけではですね、ちょっと寂しいなと思いますんで、まあ、私も実は長野県、行ったことがあります。そういったときにちょっとこう、行きたかったなという場所や、実際に行ってみてよかったなという場所をちょっと紹介したいと思いますので、ぜひお立ち寄りの際にはですね、社会の勉強になる場所をちょっと紹介しますので、ぜひ行ってみていただければと思います。まずはですね、長野県の、ま、ほぼ中央部にある、ま、諏訪湖という湖、そしてその近くにある諏訪大社ですね、という神社があります。諏訪湖は冬になるとですね、こう表面が凍ってですね、でそのうちその表面がこうビシビシッと割れるということで、御神渡りという現象が見られる湖で有名です。はい。私、長野県行ったんですけども、まあ、諏訪湖は残念ながらちょっとスルーをしてしまったので、次に行くときには、まあ、ぜひ見たい、行きたいところです。はい。二つ目がですね、松本城というね、ちょっとマニアックなところに入ってきましたが、このお城はですね、戦国時代、まあ、松本時代のこう終わりぐらいに作られたというお城でですね、非常に、まあ、日本で今残っているお城の中では古いお城になります。中入ったんですけど、やはり昔のままで、非常にその古さをこう感じるような場所です。でも先生がこう、非常に感動したというか、おおと思ったのは、石垣なんですね。ここの石垣は、江戸時代に作られた石垣と違ってですね、自然の石をそのまま使っています。例えば大阪城であったり、そういったお城の石垣というのは、こう、きれいに削ってですね、まあ、四角にこう近い形で、使うので、表面が非常にこう、まっすぐしてるんですけども、松本城の石垣っていうのは、自然のままなので、非常にこう、ゴツゴツした石垣になってですね、ちょっとこう、他のお城とは違うなと。特徴的だなというところが見られます。古いお城は大体そうやって作ってるんですけども、今日本に残っているお城は大体こう綺麗になった石垣のお城がほとんどなので、ちょっとこう珍しい、ところが見られます。はい。そして三つ目はですね、川中島の古戦場です。もう歴史好きじゃない人は一体これ何なんだというところかもしれないんですけど、まあ、上杉謙信と武田信玄が戦った場所です。
はい。まあ、流れ盆地、大体こう全部がその古戦場に入るんですけども、まあ、特にですね、私がこう感動したのは、海津城という、まあ、お城に、から、西女山という上杉謙信がこう陣を張った場所があるんですね。戦いのきっかけになるのが、まあ、その山の上から、上杉謙信が海津城を見下ろしたときに、まあ、海津城から立ち上がる、かまどの煙を見て、あ、もうすぐ攻めてくるということを見破って、いち早く行動を起こしたというところから、まあ、あの、始まるんですけども、それをですね、まあ、お城からこう、山を見上げて、あ、この距離やったんやとか、ほんまに煙見えるんかいなとか、まあ、そういったところを、妄想したというところですね。はい。歴史が好きなんやけども、ただの怪しいおじさんなんですけど、一人で妄想してニヤニヤしているとき。はい。でも歴史好きで、そのストーリーを知ってる人からすると、非常にこう、たまんない場所。あ、ここなんや、というように思えるようなところもありますので、ぜひ、近くに行った際には、見てみるといいかなと思います。はい。それではですね、長野県以上になります。またご覧ください。ありがとうございました。